早速ですが、根室海上保安部の気になる発表によると、日本統治時代に設置された貝殻島に、ロシアの国旗が掲揚されているのを確認している。今回は、この貝殻島へのロシア国旗掲揚の思惑を詳しく深掘りしていきます。灯台は、1936年に設置されたもので、なぜ急に掲揚したんだよ。日本は、非常に危険な位置にいることに気づくべき。2023年7月27日、北海道の根室半島の納沙布岬の端から、北東方向の沖合、およそ 3.7km の距離に位置するのが貝殻島だが、ある事象の発生で、注目を浴びた。同島は、いわゆる日本側が、北方領土と呼んでいる、島嶼部の中で、最も北海道に近い島である。日本政府が言う北方領土とは、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4つの島嶼部の総称であり、貝殻島は、歯舞群島を構成する13の島々の中の一つで、日本が統治していた、1936年4月に、灯台が設置されている。ご存知の通り現在の北方領土は、旧ソ連によって日本から奪取され、その旧ソ連の1991年の崩壊後も、後継国家となったロシアによって、実効支配が継続している状態にあり、日本への返還の目途は、立っていない。そんな中で、今回貝殻島が、注目を集めた理由は、前述したように、日本が統治時代に設置した灯台の上部に、ロシア国旗とおぼしき旗が、初めて掲揚されている。様子が確認されたためで、この行為は、つい最近になって行われた模様だ。この貝殻島の灯台に、ロシア国旗と、おぼしき旗が掲揚させているとの事態は、日本の地元民から、寄せられた情報で判明したもので、海上保安庁で、同海域を管轄する第一管区海所保安本部の根室海上保安部の巡視船も、8月、頭に、これを目視で確認した。現時点では、旧ソ連時代、現在のロシア時代に入っても、これまでに、貝殻島の灯台へのロシア国旗の掲揚という事態が確認されたことは、一度もなかったため、今回の行動に及んだ主体やその意図も、全く判明していない。根室周辺の地元の日本の漁業従事者の方々の言によれば、灯台が置かれている貝殻島の周囲は非常に浅い水深の海域であることから、物理的にも非常に小さな船舶しか接近することは困難だろうとの見方が伝えられている。貝殻島においては、この8月末に元の日本の島民の方々が参加して実施する洋上からの慰霊の行事が予定させていたこともあり、外務省では、今回の灯台へのロシア国旗の掲揚に対し、正式にロシア大使館を通じた抗議を行っている。根室を中心とする北海道の地元の方々の中からは、この時期に、このタイミングで従来にはなかったロシア国旗の掲揚が突然行われたことに対し、戸惑いの声が上が上がっているようだが、個人的には、その理由は明白だと思える。それは、昨年2022年2月に、ロシアが、ウクライナへと侵攻を開始し、今も続くロシア・ウクライナ戦争の中で、日本政府が、経済制裁をはじめとした、ウクライナ支援の政策を堅持していることへの反発であろうとの推察である。今回の貝殻島の灯台へのロシア国旗の掲揚が、ロシア政府側の意向によって実施させたものか否かは、不明ではあるものの、その意向を組んだロシア系の人物が、ロシアの政治的なスタンスを日本に示す狙いがあったのではなかろうか。日本は、防衛装備品の移転三原則等の制限もあり、ウクライナに対して、直接の殺傷能力を持った装備品、つまりは兵器供与には至っていないが、アメリカをはじめとする、西側諸国と歩みを同軸する支援の姿勢を続けている。
また、国際的なウクライナへの支援を強化しようと、活動を続けるウクライナのゼレンスキー政権も、日本も、自国と同様に、ロシアに領土を奪われた立場の国であるとの認識を示しており、これを牽制する意図が感じられる。ただ、非常に不謹慎な言い回しで、地元の方々に不快な思いを与えてしまう可能性もあることを恐れずに言えば、そもそも旧ソ連、そして現ロシア実効支配を継続している北方領土について、彼らがこれまでにそうした行為に及んでいなかったことが、むしろ意外だったようにも映る。ちなみに、貝殻島の灯台は、前述したように、日本の施政下で1936年から稼働していたが、旧ソ連の支配下となって以降、たびたび燃料であるアセチレンガスの補充が切れる事態を繰り返し、2014年11月以後は完全に未稼働の状態が続いていた。この状態を漁業等の実施の面から危険だと判断した日本側は、2017年9月の日ロによる首脳会談の席上で、灯台に改修工事を施す方向での合意を得たものの、両国の政治的な関係がその後悪化したことから、未着手のまま現在を迎えていた。貝殻島の周辺の海域においては、毎年、だいたい6月頭から9月末までのおよそ4ヶ月間で竿前昆布と呼ばれている良質の昆布の採取量が行われるが、今年2023年も同様に6月1日から実施の真っ最中の状況下にあった。日本政府の政治的なスタンスは、北方領土は日本の固有の領土であり、そこは旧ソ連、現ロシアによって不法な占拠が継続されているとしながらも、こうした竿前昆布等の漁の実施を守るため、協定を締結して、その実施を継続してきた経緯がある。これは、1963年6月に、当時の旧ソ連と日本側が締結した貝殻島昆布採取協定であり、1991年の旧ソ連の崩壊後には、現ロシアにも引き継がれており、政治的に、北方領土は、日本固有の領土としながらも、旧ソ連、現ロシアに入漁料を払うことで、昆布漁の実施を確保してきたものだった。この貝殻島昆布採取協定は、その後も、旧ソ連側が複数回にわたって、その実施を認めないとする動きをが繰り返されたが、その度に交渉を行うことで、なんとか維持され、後継国としての現、ロシアとも、その状態が継続されてきた。今回の貝殻島の灯台へのロシア国旗の掲揚という事態が、今年2023年の昆布漁やさらに、来年以降の同様な漁に、どのような影響をもたらすのかは、今のところ、判然とはしていないが、ロシア・ウクライナ戦争が続く限り、日ロ両国の関係改善が望めないのが、実情だろう。日本側のこれまでの対応として、昆布漁やそれに従事する漁業関係者の保護を目的に貝殻島昆布採取協定を締結してきたことは苦肉の策であったことは間違いないが、その代償に入漁料を払ってきた点は、現ロシア側の実効支配を日本側が認めていたと判断されてもおかしくない。それを考慮すれば、日本の北洋漁業全体が、ロシア・ウクライナ戦争を継続し、政治体制の変革が行われない限り、ますます、今後は、それを継続することが困難となることはあっても、回避する方向に向かうとは、正直思えない。その意味でも大変心苦しいのだが、地元北海道の漁業関係者の方々には、非常に困難な状況が続くと言わざるを得ず、また、安価な価格で日本に流通していたロシア産の魚介類も、今後は期待できないと考えておく方が良いのだろう。そんな、
極めてかつての冷戦時代並みか、ことによっては、それ以上に厳しい状況に陥りそうな北方領土の問題だが、これまでもわずかではあるものの、解決に向けて進捗する可能性が垣間見えた時期も多少はあった。まずは、第二次世界大戦の日本の敗戦から11年後の1956年、当時の日本の鳩山政権が旧ソ連との間で締結した条約、日ソ共同宣言があり、ここでは、以後に日ソ間で平和条約が締結されれば、その後に歯舞群島、色丹島が日本に引き渡されることが示された。しかし、結局、その後も日ソ間での平和条約の締結は実現せず、また、旧ソ連の後継国家となったロシアとも同様の状態であり、さらに言えば、北方四島すべての返還を求める日本側と、歯舞群島、色丹島の2島を日本に譲るとする旧ソ連との温度差も抱えていた。歯舞群島、色丹島の2島を平和条約の締結後に日本に譲るとする旧ソ連の姿勢は、つまり自国の領土であるこの2島を条約と引き換えに渡すというニュアンスであり、所有権を持つ島々を譲渡してやると規定したものだった。これは本来北方領土は日本の固有の領土であるため、返還されるのが筋だとする日本の姿勢とは相入れない解釈であり、そもそも、歯舞群島、色丹島よりも、圧倒的に面積の広い、択捉島と国後島を手放す気など旧ソ連には、さらなかったと言える。